今日、このチームに加入しての初出場でしたけども、そうです、感触いかがでしたか。いやまあ、そんな何もできてないんですけど、まあ、出れたっていうことがすごく嬉しくて、僕は本当に、今までずっと怪我で、サッカーできるかも分かんないという状況でもになった時もあったんで、そこでずっとポジティブな声をかけてくれたトレーナーさんだったり会長さんだったりいろんなスタッフの方々のおかげで、こうやってピッチに立てたことがとても嬉しく思っています。そのピッチに立つ時、監督からどのような指示を受けて入られましたか。まあ、走ってみたいな感じで、まあ、体張ってっていう感じです。短い時間でしたけども、その時間の中でできることっていうのはどのくらいできましたか。まあ、追いかけるとこは追いかけれたと思うんで、まあ、ここからどんどん出場時間が増えていけばゴールっていう目標も近くなってくると思うんで、どんどん走ってゴールに向かって迫力持ってやっていきたいと思います。改めて、伊藤選手ご自身のプレースタイル、得意なプレーっていうのはどういったプレーでしょうか。相手のディフェンスラインとの駆け引きとか、そう裏に抜けたり、ゴールに向かう姿勢っていうのは本当に僕の特徴でもあると思うんで、そういったところをどんどん見せていってチームの人にも分かってもらって、でフィットしていけばどんどん点は取れていくと思うので頑張ります。まあ、この FC 大阪というチームに入って、まあ、怪我からの、ね、復帰というところもありますけども、これからどういったサッカー選手になっていきたいか目標をお願いします。まあ、今日みたいな短い時間でもしっかりと結果を残せるようなフォワードになって、まあ、替えの効かない選手になりたいなと思います。サポーターに対しては、どういったメッセージを持って、ご自身、やっていきたいか教えてください。そうですね、まあ、いつも週末の大事な時間をこの FC 大阪に使ってくれてるんで、しっかりすっきりした気持ちで週明けを迎えてもらえるように、僕たちは頑張るだけなので、しっかり勝ってるところを見せたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。